信ゲーム熱さ。今日はシャットです。で前回あのゴマフエダイマングローブジャックを釣った時に使ってたシャットですね。ちょうどこっちに傷跡歯型ついてるんですけど同じロアです。ただ今回針を2サイズぐらい上げてますね。完璧に大物仕様にするためにリングを1サイズ上げてフックを2サイズ上げてます。 STX の45というモデルの10番ですね。 P ライン対応の新しいフックなんですけどかなり頑丈です。スナップとか伸びる可能性があるやつは、取り外して直結ですね。直結、はい、このプラグオンリーで、壁際をひたすら投げまくってちょっと攻めたいと思います。ちょうど流れが今右手から左手に流れてるんで結構スローに引いてもうまくルアーが水噛んでくれますね。真ん中寄りになってる。水深が今ベストじゃないですね。ちょっと深いですか。まだ深いですね。そこ見つかる。はい、壁際には当ててこれるんですけど、やっぱりそこ付近を探った方が当たりは多い。このマングローブジャックの他にもですね、チヌとかミーバイとかそういった他の魚種もいるんで、やっぱりそこ探れた方がそういう魚にもアピールできていいですね。そこのバンピングっていうか、はい、もう本当にそこゴツゴツ引いてくるのと、はい、そこ付近、はい、たまにまあ小石に当たるぐらいの感じで引いてくるのって、はい、やっぱ違いますか。違いますね。たまに当たるのが一番ベストな水深です。あ、なるほど、はい、あんまりゴリゴリやりすぎるとルアーがこういうシャットの場合はこう斜めに泳いでくるんですよ。こういう感じですね。あ、はいはいはい、こう真っすぐ泳がないんですよね。こう斜めになってこういう感じになって、はいはい、なんかルアーの泳ぎが安定しないんですよ。それで結局見切られたりとか、やっぱ根がかりするとか、あとは針にゴミがついて泳ぎが悪いとか魚に見切られる原因を作ってしまうんで、たまにリップがコンブル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 コンブルブルブルコンぐらい、たまに地面に当たるなぐらいの時が一番もそのルアーが生きる瞬間ですね。だから本当はまあそういった水深に合わせて探るルアーっていうのをいくつか持ってた方が、まあ、状況に応じて探れるかなって思います。シャットの中でもやっぱりいろんなレンジを刻めるシャットっていうのがあるんで、都市河川あるあるです。結構髪の毛とか釣れることあるんですよ。やばくないですか。怖いっすね。もう手触りたくないっすよ。なんかもう超汚い、やばい。このゴミもちゃんとしてね。でもなんかこういう気持ち悪いの持って帰りたくないんですよ、本当。やばい。水気があるのが嫌なんですよね。あ、水気、カラカラ系のゴミだったらまだいいんですけど、はいはいはい、ビニールあった方がいいですね。ビニールは車にあるんで、そこまでは我慢します。こういうゴミっすね。はい、こういう葉っぱ一つがかかるだけで泳ぎってだいぶ悪くなるんです。これ髪の毛です。ほら、緊張ですね。これ髪の毛見えます。これ髪の毛ほら、都市河川こんなのが釣れるんですよ。髪の毛が、髪の毛きついっすね。生活恥、はい、今釣りする気なくなったんじゃないですか、画面の向こう側の人。食べる気も。これがラバージグみたいな動きで食ってくるようになればいいんですけどね。これら戯れて。あー、超いい感じ。今ちょうどいい感じで炸裂てます。弾丸してる間にイーグルの水深になりました。との距離が近い河川では潮は そこまで大きくなくても魚は安定して入ってるとか、あとはこの干潮になった時に陸にならない場所であれば小潮でもまあそこそこ魚は入ってくるんですけど、ただ今回の場所とかですね、結構海から距離あるところとか、あとはこのプレッシャーがかかってる場所ですね、昼間人が横を行き交ってるような場所では
やっぱり大潮とかある程度水深が出るじゃないですか。深い方がいいですね、単純に深い方が入ってきますね。だから大潮の時は結構大型の魚、特に夜ですね、昼間も入るんですけど特に夜は大型が結構入ってくる確率が高くなります。大潮の満潮は狙い目です？狙い目です。ただ狙い目なんですけど、潮が引くのめっちゃ早いんで釣れなくなるのも早いです。だからどっちかっていうと、もう上げ潮からやるのが一番効率いいですね。満潮前後、やっぱり潮止まり前後は当たりを減るんですよ、潮が動いてないんで。だからそのだけど満潮前後がやっぱり美味しいんで、上げ潮からやってるとまあ確率は高いです。ただ下げ2時間ぐらい過ぎてくると本当に当たりが他の小潮中潮に比べてストンと落ちます。はい、小潮中潮は結構ダラダラして釣れても、まあポツポツって釣れて、大潮の時は早いですね。上流になればなるほど地合いは短いです。この入ってくる時間と帰っていくスピード考えると、上流に行けば行くほど地合いは短いです。満潮だっても干潮だってもボトム、排水溝の中に入ってたりとか排水溝の真下で構えている時はボトム叩かなくても食ってくることはあります。壁際にやっぱり貝が結構ついてて、その周りにカニとかやっぱ甲殻類で、そういったベイトがたまる場所では中層でチヌとかが回遊してることがあります。チヌがもし中層にいるときですね、ボトムから攻めちゃうとラインが先にこう波動をチヌになんていうかな、気づかれてしまうんで、そういうときは結構食わないです。だから本当は余裕があればこの中層から一旦探って、それで当たりなければボトムを探るっていうのが、もうチヌも拾っていけるしカワセミとかも後買って拾っていける方法であるんですけど、ただこういう大潮の時って潮が引くの早いんで、そうダラダラしてる暇もないんで、もう今日はボトムオンリーで狙うって決めたら、それオンリーでやっていってもいいかなと思いますね。ここの真下に流れ込みがあるんですよ。カワセミ、カワセミでかい。流れ込みで。くるって言ったでしょ。しゃあ。でかいよこれ。でかいでかいでかい。めっちゃでかいじゃん。でかい。やっべ。わあでっかい。めっちゃでかい。これでかいな。これはでかい。よっしゃ。めっちゃでかい。やば。女子河川にこんなのがいるんですよ。やべえ。でかっ。これでかいよ。これはやばい。でかい。綺麗に貫抜きに刺さってる。うわ。手が震えてる、久しぶりに。危ない。一本しかかってなかった。よっしゃ。やりました。はい、うわ、でっか。でっかい。おぉ。やりました。よし。かなりでかいっす。今、流れ込みに入れて話してて、そこでアクション入れたら、下からギランってしました。はい。すげえ。50アップっすね。50アップ。はい。チーズ。はい。やりました。あずささんでしたか。すげえ。ありがとうございます。よし、やりました。でかいの。予想通り流れ込みに言いましたね。流れ込みある位置、あらかじめ分かってたんで、そこまでただ巻きで引いてきて、流れ込みの前でこう少しアクション入れたんですよ。そしたら下からギランってして、ゴンってきて、ギーでした、ね、なるほど。もうギランっていうところももう丸見えで、めっちゃ興奮しました。でかでかい。すげえ。手が震えるな。出ました。夜の大潮のこの都市河川ってのはこういうのが入ってきたりするんで、夢はありますね。針も2サイズ上げてるので全く曲がってないです。だこういう大物に、はい、大物に対応するための針、そしてリーダーを太くすることで、こういうアクシデント的な大型魚も取ることができるということで、まあ、昼間と夜でこのフックのサイズを使い分けることで、うまく来た魚を全て釣り上げることができます。オッケーです。じゃあリリースします。っていうかもう構えていた
フォーリーの場所で食ってきたんで、今のはかなり気持ちよかったです。針全く曲がってませんね。バッチリ強いですね、針。はい、これ刺さりよくて強いんですよ、 PE 対応の針で。自己記録が55センチぐらいなんで、それに迫る大きさだったんですけど、ただまだまだ大きくなる魚なので、自己記録クラスになってまた来てほしいなと思います。いやでもそれにしてもやっぱり引き強すぎ。